エルンスト・フリードリ・ヒホン・シュロイム著作の図版、エルンスト・フリードリ・ヒホン・シュロトハイムは、ドイツの貴族、古生物学者である。化石のコレクションを作り上げ、近代的な古生物学の創始者の一人となった。ゴータに生まれた。ドイツのザクセン地方を支配する、エルネスティン家のエルンスト・ルートビ・ヒホン・シュロトハイムの子に、生まれた。8歳である1772年に、後に、 有名な歴史家となるヨハンゲオルク・クアウグスト・ガレッティが家庭教師として雇われた。1776年に父親がグレフェントナの領主となったためグレフェントナに移った。1778年からガレッティに代わって進学者のクレドナーから教育を受けた。1782年にゲッティンゲン大学に入学し、法律などの他に自然科学も学んだ。 ゴータ出身の比較解剖学者、動物学者、人類学者、ヨハン・フリードリヒ・ブルーメンバッハの教えを受け、友人となった。ヨーロッパ旅行の後、グレフェントナに戻り、鉱物学や金属学の研究をはじめ、アブラハム・ゴットロープ・ウェルナーと知り合い、フライベルク鉱山学校のアレクサンダー・フォン・フンボルト、ヨハン・カール・フライエス・レーベン、レオポルト・フォン・ブーフと研究を行った。工業や、 精錬事業などを行った後、新設された博物館の監督などを務め、1828年には、ザクセンコーブルクゴータ広国の高等顧問館を務めた。ゴータで採取された植物化石と、現生する植物との比較研究を行ったことで知られる。著書に、戦死時代の植物の研究や化石などがある。1808年に、 バイエルン科学アカデミーの会員になり、1823年に、デンマーク王立科学アカデミー、ドイツ科学アカデミーレオポルギーナの会員に選ばれた。シュロースは、植物の学名で命名者を示す場合に、エルンストフリードリヒフォンシュロトハイムを示すのに使われる。ありがとうございます。